今回は小松菜を使った本格的で美味しい青菜炒めの作り方を紹介します。小松菜は栄養価の高い野菜で、ビタミンやカルシウムなど豊富に膨らまれています。しかし水に溶け流れやすいため、調理の仕方によっては栄養を逃してしまうことも。さらに小松菜の青臭さ、えぐみ、筋が口に残るなどの問題もあります。そんな問題はもちろん、栄養も逃さずシャキシャキの食感でみずみずしく、しっかりと味の染みた美味しい青菜炒めの作り方を紹介いたします。それでは作っていきましょう。小松菜を冷蔵庫から出すとしなびていることもあります。そこで50度洗いで生き返らせます。50度のお湯で洗うことで、ヒートショックにより眠りから目覚めて再び水分を吸収することができます。簡単なやり方としては、給油機の設定温度を50度にして30秒くらい浸し洗いする方法です。50度で洗う前に小松菜の汚れを簡単に落としておきます。特に根元の部分には土が残っているので、箸などを使ってかき出しておきます。このように全体を下洗いします。そうしたら50度にしたお湯で30秒くらいつけ洗いします。洗い終わったら水切りをします。色鮮やかでみずみずしい小松菜になりました。冷蔵庫から出したものと洗ったものを比べてみます。はじめが冷蔵庫から出したものです。次が50度洗いしたもの。茎も葉もがしっかりと元気を取り戻しています。50度洗いのメリットは、シャキシャキ感、みずみずしさ、殺菌や農薬の除去、アク抜き、甘みを引き出すなどの効果があります。まずは切る前に包丁の腹を使って叩き、繊維を軽く破壊しておきます。こうすることで繊維が口に残るのを防ぎ、味も染みやすくなります。次は5センチの幅の長さにカットしていきます。まずは先に茎を切り、葉とは別に分けておきます。根元の部分も栄養があり食べられるので、食べやすいようにカットして入れます。根の部分だけ薄く切り落とし、縦に包丁を入れ切り分けていきます。このようにカットします。小松菜の茎は固く口に残りやすいので、外側の繊維を引き剥がしておきます。茎が太い部分だけを軽くしておけば、ほとんど口に繊維が残ることを防げます。葉の方も食べやすい大きさにカットしておきます。切れたら葉と茎に分けておきます。次にニンニク2粒、唐辛子2本、中国山椒を少量用意しておきます。唐辛子はヘタと中の種を取り除きます。少し大きめの輪切りにカットします。ニンニクは包丁の腹で叩き潰し、みじん切りにしておきます。ちょっと粗いくらいで OK です。
少し大きめのみじん切りにすることで小松菜の青臭さを抑え、風味も良くなります。あと熱いお湯を大さじ3くらい用意しておきます。鍋は前もってしっかりと温めておき、油を大さじ2入れます。ニンニクと唐辛子を入れ炒めます。一度弱火にしてじっくりと炒めます。このくらいうっすらと茶色に色づくまで炒めます。小松菜の茎と山椒を入れ炒めます。全体に油が回ったら葉の部分を入れ炒めます。鍋肌から紹興酒または酒を香りが出るようにして入れます。塩を入れ、お好みで少量味の素も入れてください。ここでお湯を入れます。お湯を入れることで小松菜のアクを落とすことができます。お塩を振りかけてから軽く煮ます。全体を絡めるようにして混ぜ合わせます。ここで水溶き片栗粉を少量入れます。水溶きで全体をまとめることでしっかりと味が染み、旨味を閉じ込め栄養を逃しません。最後に香り付けのごま油を少量入れ完成です。皿に盛り付けます。今回は小松菜の青菜炒めの作り方を紹介しました。下処理の工程が多いのでちょっと面倒かもしれませんが、味は保証できます。シンプルな料理なので手際よく一気に仕上げないと難しいですが、チャレンジしてみてください。詳しいレシピと小松菜の栄養効果はブログにまとめてありますので、そちらを確認してみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。